きました。皆さんオリンピックそして世界選手権今シーズン終えられたということで、今日はご褒美としてユニバーサルスタジオジャパンを存分に楽しんでいただきたいと思います。どうですか、来たことはありますか？一回もありません。初めて。坂本選手は去年の年末行きました。12月、はい、めっちゃ知ってるよ。そんな初めてよ。 First time、 あ、初めてということで、じゃあ今日はぜひ楽しんでもらいたいと思います。さあそれではお気に入りのカチューシャをつけて楽しんでもらいましょう。とその前に今回のルール一つだけ。怖いな、怖い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 。インスタ映えをする、素敵な写真を撮る。世界で8億人以上が利用する SNS インスタグラム。見栄えのする写真を表すインスタ映えは去年の流行語大賞にも選ばれました。要はたくさん写真を撮って思い出を残してほしいってこと。早速ここ後ろ見てください。いいでしょ、このいかにもユニバーサルスタジオジャパン。ここでまず最初の1枚みんなで撮りましょう。じゃあエグザイル風で。どうしたらいいの？立てに並ぼう。さあ記念すべき1枚目、ちゃんとエグザイル風になってる。いただきました。ナイスインスタ映え。どうですか？気に入ったわ。何やる。インスタ映え USJ 散歩スタートです。タイムリミットはわずか3時間。少ない時間ですが、いっぱいインスタ映えしちゃってください。オフの日とかって皆さんどんな過ごし方するんですか？ベッドでゴロゴロしながらドラマ見てるわ。疲れてて遊ぶ元気がないの。私もドラマ見てる。ドラマ見てる。カオルさんは何して過ごすんですか？映画見てカラオケ行ってショッピングしてます。貴重なオフ満喫してくださいね。続いてなんですが、ちょっとあちら行きましょう。おー、何見えてきました？3人のテンションを上げたのはスパイダーマン。ここは1930年代のニューヨークの街並みを忠実に再現しているエリアということです。特にスパイダーマンがいるこの場所はインスタ映えの人気ポイント。映画のキスシーンを思い出すわ。せっかくなのでここでは USJ のフォトクルーに撮影してもらいましょう。シャンパーグッドポーズでいきましょう。オッケーです。なんと今撮ったお写真がもう出来上がりました。すごいわ、もう出来上がったの。どうです？とてもいい写真ね。こんなにすぐできるとは思わなかったわ。もちろんインスタ写真も撮りました。さすが躍動感が違いますね。続いて3人が向かったのはひときわにぎわうあの場所。さあこちらやってまいりました。なんと世界最大級のミニオンパークです。ここは USJ でも大人気エリアの一つ、世界最大のミニオンパーク。ミニオンたちとも触れ合えるかも。今までミニオンと写真撮ったこと香里さんあるんですか？ないです。ないで初。皆さん今回ミニオンと会うの初めて。もちろん皆さんもミニオンに会えるので、ぜひインスタ映え狙ってみてください。
続いて向かったのはガラリと世界観が変わるあの場所。ちょっと前来ましたよ。え、雪ってあれ、あ、本物かと思った。季節、季節違う。USJ の大人気エリア、ウィザーディングワールドオブハリーポッター。映画の美術監督が監修しただけあって、一歩足を踏み入れればそこはまさに魔法の世界。早速なんですが、せっかくこの世界に来たので、みんな着替えましょう。じゃあお願いします。 3, 2, 1, せーの、ウィンガーディアムレビオーサー。決まりました。どうですか。私は2人がロシア語を話せる魔法をかけたいわ。ロシア語を話せるような魔法、足が治るようにする。足が治るようにする。おーマジで。このコスプレ姿をメドベージェワさんが自身のインスタにアップしたら、映画のヒロインそっくりだとすぐに20万を超えるいいねがつきました。そしてぜひ立ち寄りたいのが、ホグワーツ城を真正面に見られるレストラン3本のほうき。映画にも登場するバタービールをいただけます。ノンアルコールなのでお子様にもおすすめ。乾杯。バタービールといえば泡で口ひげをつけるのがお約束ですが、お、樋口さんは成功、メドベージュアさんも OK、 坂本さんはお、完璧です。スケート選手としてこんな魔法があったらいいなっていうの。服、服、対空時間が欲しいね。そう、対空時間が欲しい。私は試合でミスしない魔法が欲しいわね。絶対ミスしないじゃん。たまにするわ。この向上心が強さの秘密。魔法がかかったような完璧な演技に期待です。さあ、いよいよお待ちかねのホグワーツ城へ。さあ、というわけでやってきました。こちらが大人気のアトラクション、ハリーポッター&ザ・フォービドゥン・ジャーニー。あのですね、肉眼で見て魔法の世界を全身で体感できるということなんですよ。そう、こちらはハリーポッターの世界を最新技術でリアルに体感できる、迫力満点でちょっぴりスリリングなアトラクションです。あれ、若葉ちゃん、ちょっと表情がどうしました？楽しみですよね。また楽しみです。大丈夫です、楽しみになる魔法かけたくんで。樋口さん、きっと大丈夫ですよ。笑顔、笑顔。さあ、魔法の世界へレッツゴー。ゴーグルなしで体感できる世界は映画そのもの。炎の熱さまでリアルに体感。終始大興奮のメドベージェワさん。そうだ、怖がってた樋口さんは大丈夫？どうでしたか？楽しかった？楽しかったです。世界最高。最高？映画を見てからずっとホグワーツ城に行ってみたいと思ってたの。ホグワーツ。若葉さんは？世界最高。若葉がずっと私の手を強く握るから本当に痛かったわ。それではそのシーンを見てみましょう。超手が痛い。もう一回、は
握り合う手は仲良しの証。きっといい思い出になりますね。さあここからはですね、メドベージェワさんお待ちかねのアトラクション、セーラームーンザミラクル 4D8 参ります。こちらは美少女戦士セーラームーンザミラクル 4D。 水やシャボン玉、振動を使った特殊技術で臨場感満載、妖魔との戦いに参加できるんです。何がきっかけでセーラームーン好きになったんですか？母がアニメーターの仕事で見てて、私も一緒に見てたらハマっちゃったの。そう、メドベージェワさんといえばセーラームーン好きで有名。テレビ番組やアイスショーでたびたびコスプレを披露しているんです。その中でも一番好きなキャラクターは誰ですか？守る。かっこいいですよね。せっかくなのでぜひあのポーズをお願いします。それでどうしたらいいんだろう。はい、チーズ。バッチリです。さあアトラクションスタート。お決まりの名台詞でテンションが上がると臨場感もマックスに。そしてメドベージェワさん一押しのあの方も。タキシード仮面様、待たせたなセーラームーン。見事みんなの力で妖魔を倒せました。いかがでしたか？中はハリーポッターくらいすごかった。気に変わっておしわけよ。興奮が収まらないようですが、まだまだサプライズは続きますよ。なんと憧れのタキシード仮面が目の前に。もちろん皆さんも会えるのでぜひ記念撮影を。会えてよかったですね。だって一番好きなキャラクターはって。嬉しくて立ってるのがやっとだったわ。私ずっとこんな顔してたわ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、本当に世界最高のこのアトラクションを同世代の3人で楽しんでいただきましたが、幸せですね。幸せですか。ハリーポッターのやつとかずっとなんかもう叫びっぱなしで3人ともめちゃくちゃ楽しかったです。本当に普段リンクでしか会わないメンバーなのですごい新鮮です。つかの間の休息で友情を深めた3人、少し休んだらまた良きライバルとして新たな戦いが始まります。次のシーズンへの目標を教えてもらえますか？トリプルアクセルを飛べるようにしたいなと思ってます。もう毎回毎回自己ベストを更新できるようにしたいです。昨シーズンより複雑な動きをマスターしたいわ。トリプルアクセルはもちろん4回転にも挑戦するつもりです。わずか3時間でしたが、撮った写真はおよそ100枚。その全てが3人の心をつないだ証。皆さん来シーズンも期待しています。